皆さんこんにちは。こんにちは。今日はスタンダード、どの種目でもよく使うスローアウェイオーバースウェイの踊り方について説明したいと思います。早速行ってみましょう。1、2、3。はい、一度踊らせていただきました。このスローアウェイオーバースウェイは、どの種目でも、取り入れている方が多いと思います。スタンダードの醍醐味と言ってもいいと思うんですけども、やはり、押される、苦しい、覆いかぶさってくる、バランスが悪い、いろんな症状があると思います。まずはじめによくある症状っていうのをお見せしたいと思います。0、2、3、1、2、3。このスローアウェイに入った時にこういうふうにバランスが悪くなってしまうっていう症状がよくあると思います。今のようにバランスが悪くなってしまう原因っていうのはたくさんあるので、これをやるといいですよっていうふうにこう定めるというかね、一つに絞ることは難しいんですけども、今回ご紹介したいのは、スローアウェイオーバースウェイのスウェイのタイミングっていうのを皆さんが思っている以上に少し遅らせてあげた方がスローアウェイオーバースウェイはバランスが良くなりますよっていうのをご紹介したいと思います。はい、それでは、スローアウェイオーバースウェイなんですけども、このスローアウェイオーバースウェイ、皆さんどっちスウェイですかっていうふうに、質問されたら皆さんはどういうふうに考えますか？多くの方は、最終的な形ですね、こういう形、男性であれば右スウェイ、女性であれば左スウェイにかかった状態がスローアウェイオーバースウェイというふうに、思っている方が多いと思うんですけど、重要になってくるのは反対のスウェイなんですよね。反対のスウェイをやることでこちら側のスウェイが、よりよく見えるという考えになります。スローアウェイオーバースウェイで、バランスが悪くなってしまう方の典型的なパターンとして、こちらから男性交代、女性前進で入ってきますね。1歩2歩、この2歩目の足ついて体がローテーションした時に、すでにもうこちら側のスウェイですね、男性であれば右スウェイ、女性であれば左スウェイの方に入ってしまうと、この動きっていうのはスローアウェイオーバースウェイを終わらせるような行為になるんですね。でもさらにボディを続けて動かそうとしてしまうとバランスが悪くなってしまいます。もう一度お見せします。せーの、ワン、ツー。はい。この辺からもうスウェイチェンジし始めることで、さらにアクションをやらせた時にバランスを崩してしまいます。ポイントになってくるのは、男性は交代しているこちら側のスウェイですね。このスウェイを思った以上に長くやってくださいっていうのがポイントになります。一度お見せしたいと思います。組んだ状態から今左スウェイになっています。ここから2歩進んで、さらに体をローテーションさせて女性の足が出ました。さらにロアしたとしても左スウェイをかけておいてください。その後に右スウェイにチェンジしてあげることで、スローアウェイオーバースウェイのバランスがとても良くなります。0、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今2タイプのスローアウェイやったんですけども、左スウェイが長い方が
より時間をたっぷり使えてスローアウェイオーバースウェイがダイナミックに見えたと思います。なので、スローアウェイオーバースウェイのスウェイイコール右スウェイだから、早めに仕掛けなきゃというふうに思わずに最終的なスローアウェイオーバースウェイを作るまでの過程がとても重要になってくるので左スウェイも、効率よく使ってくださいねっていうのはとても重要なポイントになると思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回はスタンダードどの種目でもたくさん使うスローアウェイオーバースウェイについて説明させていただきました。ポイントは、自分たちが思っている以上に、右スウェイが後ってことですね。左スウェイを十分使ってあげてから右スウェイを行ってあげると、とても踊りやすくなると思うので、早めにスローアウェイ終わってるなとかバランスを崩しちゃうなっていう方はぜひとも試しにやってみてください。それでは皆さん頑張ってください。